聞いた。ソウルさん、おい小6。はい、またみんなを閉じ込めました。閉じ込められた。イエーイ。というわけで今日は少人数の3人なんですが、簡単な謎解きマップみたいのがあったのでやってみたいと思います。題して、小学6年生が作ったからくりハウス。大丈夫か。では小学6年生に大人3人で勝ちたいと思います。すべて勝っていきます、瞬殺で。あ、なんかね、隙間要素が多いらしいんで気をつけてください。よし、やったぜ。はい、まあ、じゃあ、はい、じゃあソラさんどうぞ、スタートボタン押して。押します。はい、押した。おい、テレポートされた。扉が、お、結構しっかりワールド作られている。はあ、はあ、はあ、いきなり村人さんがいらっしゃる。村人、じゃあこの部屋から行きます。うん、出てきたよ。関係ないじゃない。右クリック肉屋、右クリックで肉屋。肉屋が。肉屋です。小学6年生に勝ちます。あ、もうこれ隙間、隙間じゃん本当に。でも上は多分チェスト開けるための隙間ですね。あ、そういうことか。まあ見えるところにはこう簡単にはないだろう。ないね。あ、なんかあった。嘘、そこにあんの？白色の色付きガラス板がいい。白色の色付きガラス。おいおい、小六、こんな。持ってけってことじゃない？持ってけって、オブザーバーに設置可能だって。おお。いやでもね、俺がね、小学校6年生だった時はこんなマイクラをこれプログラミングしなきゃいけないんですよ、多分プログラム。そうっすよね。そのコマンドブロックで、俺そんなんできなかったから、よっぽどすごいと思う。コマンドブロックすら使えないもんな、今でも。今でも。今でも。これオブザーバーじゃない？あ、もうじゃあ設置可能ですか。向かいの部屋にオブザーバーあったよ。ほら。それがじゃあ鍵なのかな。設置、じゃあここに置きます。こっち。うん、置いた。あれ？そしたらボタンが1個入った。ほうほう。ダイヤモンドブロックに設置可能だって今度。あ、で、なんだよ。ただただ進んで、謎解きもないぞ、小6。最初だからな。まあね、最初だからね。あれ？あれ？あれ？また、おい、小6！ あれ、ここにあるよ。あ、お出かけ用の。お出かけ帰り用のか。あるよ、トモさん。もう俺もここでわかるもん。ま、何が？ここでわかるもん。怪しいところが。ああ、確かにここでわかるね。ここでわかる、うん。うん、そうだね。うますぎて、ね、奥に何があんだ？うん、あった。何があるのそれ？シルカ。シルカ？シルカ？ボタン。あ、シルカだね。はい、ボタン設置可能鉄ブロック。おい、小六！でも、これ少しずつ難しくはなってはいるよ。ここ、はい、なんか変な怪しい音がする、ゴーゴーゴーって。あ、増えた。増えたね。おお。隙間じゃないの。あ、そういうことか。あった、あった、隙間端っこにあったよ。ねえ。おい、小六、あれ他のとこは。パターン変えてきたな、これ。入ってない？入ってない。そう、この中じゃないよね。いや、そん中にはないで。とりあえずこっち片面は入って、右側は今んとこ何もないです。え、じゃあ全部見る、こっちも。じゃあ全部見るわ。左側お願いします。え、じゃあここに何もないの。いや、そこに隙間があるんで、端っこに。あとでか、これは。もしかしてあとでって何もないよ。ちょっとそろそろ。最初は端っこでしょ、右の空間でしょ。俺もそれ怪しいと思ったんで。これ気になりますね。ねえ、なんで。ここにはない。やべ、小6牙向いてきた。最近の若い子は。ダメそれ。まったく。若、ね、いですよ、その言葉は。よくない。よくない。新卒が一番言われるやつでしょ。い、最近の若いのは本当に朝が弱いだろう。なんだろう。飲み会のやつけど。うるせえって俺が代わりに言ってあげたい。俺も嫌い、そういう人。よかった。次の片道じゃないとか言われちゃう。ほんとだよ、そこ、え、そこなんだろう。あれ、ちょっと小6やってきたな。なんて書いてある、そこ。なんて書いてある。踏んでもいいよ。はい、とちゃん、どうぞ。俺おめえが踏むかーい。200、ソウルさん、おい、小6、ソウルさんを誘拐した。なんかすごい部屋に来た。部屋に来た、それ、そこ行っても大丈夫？大丈夫、大丈夫。踏んでもいいよ。うわ、本当だ、すごい部屋来た。なになに、あ、ほんと、すごい、真っ暗。なんだこれ、あ、コマンド丸見えだけど。あれ、でも外なんか雨降ってる。うん、雨降ってる。マスなんですかね、上が。なんだろうこれ。開けてみます。開けますか、じゃあ。とりあえず開けてきてるけど、何も入ってない。隙間？
この闇の中で隙間要素、あ、これ闇じゃなくてこれ黒羊毛に囲まれてるってこと、本当だ、隙間どっかにあるの、どっかにあるの、どっかに隙間があるんだって、出れないもん、あーた、あたたたたたた、俺の目の前になんかかまどが多分下にこれある、おー、よく見つけた、あった、木の感圧板、コマンドブロックの上に設置可能だって、これじゃあ脱出するのか、ここから、はい、それだけ、うん、ここだね、多分そういうことじゃね、ここで時間稼ぎか、え、じゃあ別に特別アイテムも増えずに出てくってことはさ、えいねえねえ、小6にしてやられてるぞ我々、いや踏みたくなるじゃんそりゃ、まあ踏んでもいいよって言われたらね踏まなきゃいけないよ、いいよだからね、あった隙間あったぞここに、本当だ、ここになんか乗れるのが何、爆発したの、ヒントブックがあるよここに、ヒントはいいんじゃないか、ヒントブックノーヒントだよ小6に相手に、ヒントブック、ヒントブックはまだね大人のプライドがあるからね、でもこことか多分開きそうなんですもんね普通に、この辺確かに、あれここなんだ、開かないんですよ、あれトモさんたちどこ行った、開いた開いた、いやこんな近くにいて見失う嘘でしょ、あ、この中がファンファン言ってた理由だ、はい、この開けてよ、はい、ファンファン言ってるね、休憩所でそうです、え、ピースフルでもシェルカーは消えません、シュルカーか、あ、そうなんだ、うん、あ、本当だ、へえ。ピースフルでもシュルカーって消えないんだ、休憩所、もしかしてその知識をひけらかすためにこの部屋作った、でもこれ見えない、あ、こんばんはバステンさん、こんばんは、なんかすごい部屋開けちゃった、この最後のこの木の扉の部屋なんか怖いね、あそこなんだここ、ここどうやって開いたの、頭がおかしくなりそうだ、ここ普通に手で開いた、そうなの、なんだこれ、あ、止まった、何してんの、私も乗ってるおい小6に負けてるぞ大人がいやなんか見えてくるかなって、来たバステンさんが来た、バステンさんがいれば小6に勝てるから、ほい、あ、バステンさん来た、なんかね、小学6年生が2時間で作ったマップなんだって、で、今のところ手がかりがなしで困っている感じ、うん、隙間がどこかにあるんじゃないかっていう、じゃあヒントブックあるからヒントブック読む？屈したことになるけど、うん、大人が大丈夫、もう読んじゃう、悔しいよね、あ、なんか書いてある、ん？なんか入り口に書いてない？書いてないか、これ木だから木のボタンとかどっかにあったらわかんないよね、やるね小6、あった、嘘、ありましたよ、やるじゃないかバード、俺はお手上げだ よ、え、やっぱそこ下にあった、そう、2段重ねになってるやつだこれ、2段重ねパターンですこれ、あ、ほんとだ、あ、じゃあ3つあるってこと、そう、嘘、見える、俺は押せましたよ、 そこからやるのがいいかもしれない、あ、この横の側面からか、そうです、そうです、小6にやられたくっそここ分かってたのに、はい、木の感圧も2つ取った、この下2つあるわ、よし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 、ここがね、設置家の石だって、うん、石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 どこにある、あ、石これ、え、もうクリアじゃん、え、もう終わり、これで終わり説あるとこ、終わりかい終わり、開いたよ、何、踏んでって書いてある、踏んで踏んで踏もう、踏んで踏んだ、おお、出た出た、あ、クリアじゃないこれ、クリアかな、クリアおめでとうって、あ、クリアおめでとうの本がある、え、じゃあ一応ヒントブック見てみようか、ヒントブック、はいはい、ヒントブック、脱出の鍵は隙間にありますだけ知ってるわまあでも見つけたの俺だからな、まあね、うん、これでゲームモード変えられるんだ、あー変えられてる、へえ、小6やるじゃないか、俺はできんわこんなこと、面白かったね普通にシンプルな感じでね、でね、クリアおめでとうが、うん、クリアおめでとう、簡単だったかな、村人トロッコとか休憩所面白かった、次は縁日作りたいです、じゃあね、だってシンプル、関係なかったあの2部屋は、あの2部屋はただただ見せたかったっていう小6らしさもあり、なんか僕たちが忘れかけていた何かを見たような気がする、うん、なんでちょっとそんな感じにするんですか、そんな朝日、よし、今エンディングいったと思う、今まとまって流れたかな、流れてないんじゃないかな、エンディングいったよ、まとまって言いました、
全くバステンさん呼んだけどバステンさんの活躍するポイントがなかったじゃないか。状況がつかめぬまま終わりました。この穴何だったんだ。わかんない。